すごい、なんか川、アマゾン川みたいなの出てきた。で、なんかズーかな、さすがにサファリとかいう感じじゃないかな。タカみたいなマークもある。なんかすごい看板来ました。ダブル撮り入ってみます。こんな感じ、めっちゃかわいい。なんか子供向けミニテーマパークみたいなのもあります。あ、プーさんだ。あれ、プーさん、ミニザプー。ここでチケットを多分買うんだね。聞いてみよう。大人で入っている人はいる、います。あ、分からへん、高校生ぐらいなんかな。お兄ちゃん入ってる。ボールの中に子供たちが入っている。ちょっと台湾とは違う、滝のように汗が出る。私、日本で汗かかないんですけど汗出る。始まった。このコースター、ここにあるんだろう。あ、さっきさ、髪の毛さ濡らして絞ってた人回ってるわ。スタッフじゃないのかな。あの人ね、運転始まるまでにね、ペットボトルで髪の毛ジャーって濡らして洗ってはったんですよ。スタッフさんやと思ってた。すごい乗ってるけど、奥で進んでる。頑張って、何かを撮ってる人。何撮ってんの。うわ、なんかいっぱい落ちてきた。うわー、ミーが転がってる。タイガーに多分焦点合ってないな。ゾウさんが散歩してます。すごい、こんな間近で見たの、シンガポールぶりかも。すごい、多分ベトナム版映えスポットですね。ベトナムの映えスポット的な感じ。ちょっとなんかデコレーションとかカラフル感もあって、あ、アナッコとは仕切りがあったんですね。あそこさっきなんかあそこに2匹いたんだけど、喋ってたんだ、一緒にいたんだ。でも仕切りがあって、あの子はこっちに来れない。こっち見てる。すごい、この子サービス精神すごい。みんなのところ回ってくれてる。海外でよくある、誰かが吹いてくれてるシャボン玉。世界中どこでもありますよね。男の子が吹いてくれてる。で、周りの子供たちがシャボン玉を消す。おお、あ、何、あ、届いてない。受け取らない。でもあげていいの。あげたあかんやろ、食べてへんやん。でももらおうとはしてくれるね。手に乗らへん。日本やったら絶対送られるやつですね。こうやってなんか観客の人からもらって、いろんなお菓子とか食べて育ってきましたっていう感じで、ベトナムでね、それが良しとされているならばまだあれですけど、ちょっとちょっとって感じですよ、日本ちょっとね。なんか別のもんもらったもんは食べてはるわ。この子も選んでるんやね、自分が食べたいものと、食べたくないか、食べれるか食べれないか分かんないけど、そうやって暮らしてきたんだろうな。ホワイトチークトビッパン、長生きしてね。めっちゃ近い近い。あ、これはオフィシャルかな。
袋に入った野菜あげてる。多分これは、あ、この飲んだ赤さの女性が売ってるわ。なんていうお馬さんなんでしょうか。めっちゃ綺麗。色違いの子もいます。あ、こっちの馬にもあげてほしいね。ごめんね、私持ってないの。欲しい？買おうか。あ、みんな持ってるね。まさかパクチー？かわいい。なんだろう。よかったね。これすごい。ベトナミーズホワイトホース、ベトナムの白馬って、すごい。目の色素が初めて見た。白い目が白い。めっちゃ綺麗。感觉收网没得呢。哇！出てる。出てる。出っ張ってるやん。あ、野菜待ってる。私も買おうかな。野菜持ってないのが申し訳なくなってきた。でもキッズたちがあげるよね。わー、子供たち楽しそう。みんなこれベトナムでめっちゃいいスポットなんちゃう？多分ね、でもガイドブックに載ってるようなとこじゃない。待ってる。なんかかわいそう、この子たち檻に詰まってる、出れないの。なんかみんなぎゅうぎゅう詰めに乗って詰まってる。ウサギのケースが動けるかな。詰まってる。居場所ないね。回るしかないな。あ、ベトナムスタイルか。すごい、無限に食べれるやん。多分お化け屋敷みたいなのが、明るいけど点滅してますね。お化け屋敷みたいなのがありまして、入ってみようかな。でもこんな一人は怖すぎる。多分雑草も生えてるし、フロントがひび入って割れてて、点検とか整備されてなさそうなコースターがあります。すごい、なんか保険とか入りたいね。あのお化け屋敷気になるな。誰か家族入ってったら後ろついていきたいけど、やってるのかも分かんない。最も怖い。私はディズニーランドとか USJ とかも素敵ですけど、こういう方がなんか歩いてるだけでアトラクションって感じ、ね、なんか人気アトラクションに何時間か並んで乗る、その待つ時間も楽しいですけど、なんかね、この自由でいろんなことをして楽しんではる人を見るのも。カバ、ヒポポタマス、カバいます。なんかすごい、日本でさ、もう動物園に行く機会がなくなったからさ、なんか久しぶりに子供心思い出してます。どんなんなんだ。5年以上前にシンガポールに行った時に、シンガポールで一番良かったスポットが、あ
ズーだったんですよ、シンガポール動物園。なんかナイトサファリとかもあって、昼間はこういう感じのなんか触れ合い型の動物とのなんか体験もできたり、タイガーとか見れるみたいな。その時もめっちゃ楽しくて、特に動物嫌いとかじゃないんだけど、なんか動物園に行きたいとかいう感覚が今までなかったけど、めっちゃ楽しいと思って、子供の時のね、この今みんながワクワクキラキラしてる感じをその時思い出して、それぶりになんか楽しい。この間ラクダと触れ合いましたけど、なんかあの子はもう、トラフィック、もう交通のお仕事されてるみたいな感じだったので、なんかこれはなんかまたエンターテインメント見てもらうための動物、またちょっと違いますよね。誰もこれ見てないけど、あれそうやんな、あれも背中お尻だよね。すごいセクシー。子供向けアイテムとかも売っていて、本当なんか子供いる人は絶対楽しいと思います。大人一人で私来ても楽しいから、大人も楽しめると思う。でもね、あの大人一人で来てる風な人は見ないし、日本人もいないです。これは観光客もいないかも。ベトナムの町の人たちです、きっと。旅行感もない、全部ベトナム語に聞こえる。あ、でもああいうマンラーブをかぶってる人はそうかも、怪しい。一人いたかも、私の他に。こういう売店もあるので、私はどんなんか分かんなかったから、あのアイスティー買いましたけど、水とかもそこら中に売ってるので大丈夫です。なんかめっちゃ奥まである。あ、バンビがいます。すごい、上から登っても見渡せれます。見えますかこれ、あのね、ネズミがいっぱいいるんですよ、そこら中に。あの彼いないんですよ、まあ見えてないだけでどっかにいるんだと思うんだけど、これなんか猿、ホワイトチークと、あ、またギッポンなんですけど、あの彼いなくてネズミとかが結構ね、あの行ってます。あ、ここねいるやつ、休憩スポットもあります。鹿がいっぱいいる。なんか動物園とかでよくありそうなさ、あの水族館とかもだけど、なんか手前になんか身近な魚とかさ、小さい子たちがいて、なんか奥にドラゴンのコースターある。すごい、めっちゃ奥深い。300円やからさ、また売ってます。陶器のなんかマリア像のキャラクター版みたいな。あ、多分ちょっとディズニーランドを表しているのかな。怪しい、ミッキーと言っていいのかな。やっぱテーマパークは彼ですよね。ここにもウサギ、なんか販売みたいな感じで売ってますけど、餌あげてる。ここは何だろう。あ、なんか動物やと思ったら子供たちがこの中に、ガラスの中にいる。跳ねてない、子供。動物やと思ったら子供やった。そう、なんか手前にさ、小さいのとかいて、奥に行ってやっとジンベエザメに会えるとかさ、ゾウがいるみたいな感じだったと思うんですけど、手前になんかゾウとかいて、なんかだんだん身近になってきた気がする。あ、奥にもすごい、この建物の中に餌食べてる子たち。鹿、でもこれはなんか京都人というか奈良に近いしさ、広島もよく行くからよく見るだけで
ここの人は身近じゃないんかな。いっぱい鹿いますね。なんか奥にねコースターが動いてるんですよね。あれぐらいのコースターやったら大人も乗れるのかな。これ帰るの大変かも。出るのだいぶ奥に来た。めっちゃ体験型です。これベトナムに住んでる家族にも教えよう。多分知らんと思う。あの入り口とかさ、あのチケット売り場からして奥にこんなん広がってると思わなかった。なんだろう、マレーシア、マーライアンパルクピン、これ知らない。ハリネズミとは違うの。これすごい珍しい気がする。初めて見た。何の施設やろうっていうのがいっぱいありますね。ロケット、ヘリコプター。あ、ここにもボールプール、ボールの中に入って湖に浮いてるけど、こんな暑いのに熱中症になるよ子供たち。なんかコースター来た。わあ。ドラえもんかと思った。ただのゴミ。何これ。マヨネーズみたいなこねてました。木見てるだけで楽しいな。あ、またマヨネーズ。なんだろうこれ。ここの人たちさ、なんか館内施設みたいなのがなくてさ、かろうじてこういう扇風機みたいな時々回ってるんですけど、全く暑さをしのげる感じじゃない。しのげる場所はないです。カラフルで可愛いね。一つ物が、わあ、またこねてはる。この傘かわいい。なんかこの辺はガーデニングされてる感がちょっと垣間見れる。順番に奥からやってるのかな。なんかちょっと雑草感がないというか、道とかもね、さっき結構ねボコボコのひび割れた道で結構ねブロックが飛び出てたりとかしてたんですけど、はい、急になんかこれアーシャ取れそうな可愛いとこ来たよ。なんかインスタグラム映えですか。こっちもしかして増築してる。なんか新しくて綺麗やで。こっちだからあんなコースターとかもこっち側は動いてんのかな。なんか裏口みたいなところに来ました。きっとねこの施設のタイトルこれやわ。ちょっと読み方わかんない。最後のハノイっていうのがわかるんですけど、でもこれはなんか裏口っぽそう。こっちもね外出たらマーケットみたいなあるんだけど、なんかディズニーランドとかも園を出た後もなんかまだちょっとその遊園地っぽいショップとかあったりするじゃないですか。ディズニーのグッズがあったり、そういうノリかな。買い忘れた人とかチケット持ってない人でも買えるよっていう。ドラえもんたち人気ですね。しんちゃん、テントが現れて子供たちが走り回ってます。私は大汗かいてるのにすごいね。本当に小屋の中にもうどんどんなんか身近な動物たちになっていくね。なんか鴨川にいそうと思ったけどちょっと違うね。大きい。なんかこれまだ園なんですけど、
最後の方になったらもう家みたいなの出てきた。なんかどんどんさ、なんか後しぼみというか後すぼみ、なんかどんどん後ろに行くにつれてさ、やる気なくなっていくというか、普通になんかバイク止まってたりとか、なんかベンチで、まあ、近所の人が喋ってるぐらいの感じでも、ちゃんとなんかこういう建物に小さな動物とか鳥とかいたりするんだけど、なんかの家みたいな、綺麗、鳥がいます。あ、でっかい鳥もいるわ。やる気なくしてなかった。ダチョウかな、首が長い。これもっとよくわかんないですね。なんかそれがいいね、なんか工業感がない。ちっちゃい鳥がいるよ、飛びたいやろな。めっちゃスモール。もう誰も見てなくて、多分この辺にもね鳥がいるんですけど、スズメぐらい小さいのもいるよ。誰も見てもらってなくて、ただただ自分たちの生活してそうな鳥たち。あ、待って、なんか出入りしてんねんけど。あ、待って、人間いた。小さい鳥やと思った。え、人間面白すぎる。誰もいないけど人間いた。中にいるよね、あれ、ケースの、はい、こんな感じでございます。あ、見て、近くにオウムちゃんみたいないる。やっほー。あ、めっちゃ綺麗、クジャク。なんかさ、ここだけなのか全部の動物園か分かんないけど、結構このガラスに自分が反射してって、中身が見にくくて、なんかよく見ないと中に何がいるかちょっと分かりにくいところありますね。なんでだろう、自分がすごい反射してる。あ、もう一個なんかエントランスみたいなの出てきた。あ、こっちは結構立派かもしれない。私今日ツイキャスしてたんですけど、ツイキャスの時に見つけた券売はこんな感じじゃなかったんですよね。中にこんなんが繰り広げられるとは想像もできない感じのチケット販売。女性一人がね、なんか柵の中にいて買ったんですけど。あ、マップあります。こんな感じ、湖を囲んでるんだね。こんな感じで大体行ったかな。なんかすごいアバウトなんですけど、あ、ワニ見てない。あ、ワニやったんかな、あのお尻出てたん。違うかな、ゾウ見たよね。この辺大体見たかな。ちっちゃいのもいっぱいいます。なんか廃墟みたいなのが現れてきました。ワニいたー。入ってる、はまってる、顎乗せてる、なんか釣ってます。この湖の反対側を歩いて来たところに戻ってみたいと思います。あ、脱いでる人いる。なんかこの人脱いでんねんけど、入るんかな今から。準備体操してる。泳ぐんかな、湖で大丈夫かな。まあなんかこの感じやったら、入り出しても何もおかしくないぐらいの、日本ではちょっとなんかない感じの異文化を感じれて楽しんでおります。あ、かわいいんじゃないこのロード。でさっき某カフェのアイスティーをね飲みながら歩いてて、本当は水欲しかったんですけど、ビットスーパーマーケットが結構人すごかったから、このアイスティーにしたんですけど、暑くてすぐ氷が溶けたのと、でそっからその飲み物もぬくくなったんですよ。だからかわかんないけどね、今めっちゃ腹痛が来てます。でもだいたい前もベトナム来た時に腹痛になって、その多分氷だと思うんだけど、水道水かな、
で、もうなんか胃とかしんどってなったんだけど、薬飲んだらその時は効いて、今もとりあえず薬を体に入れました。みんなも水は気をつけてください。本当は弟も今ね食中毒上がりで休んでるから私一人でいるんですけれども、体力あったりね時間があったらハローワンに行きたいって話をしてたんだけど、二人ともそれどころじゃないです。猿、日本猿みたいなのいる。こっちも、あ、乗り場あった、ドラゴンの。誰も乗ってない。この家族は待ってんのかな。食べてるな。なんかすごい機械がね、古いボタン1個でやってる感じ。まあでもこれの場合結構標高上がんないから、なんか、あ、結構シートボロいですね。なんかあってわーってなっても湖やしね、落ちんの。大人やったらね泳いで岸に戻れそうですよね。前回ハンナリチャンネルで載せた時に、あの水上劇、ホーチミンで最後に見た水上劇がめっちゃベトナムを感じれてよかったって書いたと思うんですけれども、私の中ではちょっとこれ上回ったかもしれない。あのベトナムを感じるっていう意味で、あれはなんか劇とかその言ってる言語とかもだし、その衣装とか音楽とかもすごいベトナム感があったんですけど、まあでもベトナムの現地の人はあれね見に行ったりなかなかしないと思うんだ、しないと思うので、観光のね方たちが中にいたと思うんだけど、ここ多分 99% ぐらい現地のベトナムの方たちで、しかも ほんまにこの辺に住んでて、今日日曜日やからさ、家族でちょっと遊園地行こうかみたいな感じで来てる人たちだと思うから、なんかベトナムの人たちが素で楽しんでるところを見れたので上回りました。ここちょっとベトナムに行ってハノイ観光地回ったのは何しようかなって迷われた方、あの最初になんか大聖堂とかさ、あの旧市街とか、ここ旧市街からは離れてるので、あのそのガイドブックとかに載ってるところとかぜひ行ってほしいんですけど、その後なんか時間あるって人はここ来てみたらどうでしょうか。1時間でも楽しめると思うし、がっつりやったら 2,3 時間ね体験とかして、あ、岸に、向こう岸にゾウさんたちいる。日本にないこの湖の周りを囲んでるっていうのもなかなかないよね。ベトナムはあのハノイの周り、ハノイの街にもすごいたくさん湖があるので、その感じもここだと味わうことができます。湖への入水スポットもありました。ハートをくぐり抜けて帰ります。風車になってる。風車って名前だったっけこれ。風が吹いたら回るやつ。ここが来るときにチケットを買ったところです。タクシー乗ってみようかな。タクシー、タクシー、 I want to go ロッテマート。ロッテマート OK。 初めてグラブタクシー。 How much about? About how much? 3? 3? OK 182円で行ってもらいたいと思います。帰り暑いので初めてタクシーに乗ります。え、どうやって OK、 Thank you。 Thank you。
ートに来たんだけど、これ子供乗せるやつやんの。子供いないけどいいんかな。子供乗せるやつかゴミ乗ってるやつか、最初からドリアンが乗ってるやつしかない。しゃあないな、これで行こう。見た後にカレーを作っておりまして、富分の店長さんがバーモントカレーの中辛を持ってきてくれました。で、今日は応援している清田さんが対シュトゥットガルトの試合があるんですけど、ベトナムで映ってます見てます。日本食スーパーあるのいいよね。やっぱ日本で買うのより高いけど、でもこうやってデリバリー頼んでもね、すぐ持ってきてくれてありがたい。リフなしで行くところまで行ってもらってます。美味しくできますように。はい、ホテルに帰ってきたんですけど、このロッテホテルの最上階のさらに上かなにあるルーフトップバー、トップオブハノイっていうバーがなんかすごくいい感じらしいので、トップオブハノイって言ってるから多分ハノイでも最高層階にあるのかな、わかんないですけど、そのバーに一人で行ってみようと思います。なので一人なんだけど、ちょっとメイク直しをして、一応なんかカジュアルな感じで大丈夫らしいんですけど、多分これは大丈夫だと思うんだけど、キャミソールとかサンダルとか多分 NG のところ、簡単なドレスコードはあると思うので、一応なんか本当はこの下にタンクトップとか着てて、こう紐が出ててその跡とか残ってると思うんですけど、一応タンクトップ脱いでみました。逆になんかこっちの方が肌出ててダメなんかなわかんないですけど、もうでもちゃんとした靴、革靴とかさ、そういうの持ってないからさ、ハイヒールとか運動靴でいいのかな。今サンダルなんですけど、一応変えようかなという感じです。で、なんかハノイにとかベトナムに来てて、ビール、ハノイビール、サイゴンビールとかは飲めることがあるんですけど、ワインとかフランスの植民地時代の名残とかあってあるんかなと思ってたら、あんまりなんかワインが置いているお店とかなかったなって、まあ日本食行ってるからかな、まあ、それって多分でかいと思うんですけど、ここで飲んでないと思って、ワインが一番大好きなので、ちょっと一人ワイン行ってみたいと思います。さすがにあるよね。まあ行ってみます。乗り換えの63階なんですけど、チタンカーメンも一人、多分これ乗り換えです。今63階までしか行かないエレベーターで来て、ここから多分65に乗り換えるんだと思います。待ってよね、 Way to top of Hanoi 行ってみます。
一人で来るとこじゃないかも。わあすごい。外や。綺麗、こっちは湖が見えますね。